え続きまして留学情報のコーナーに行きますえここ最近ハワイ長期滞在望まれる方も増えてちょっと聞いてみたい皆さんもいらっしゃるのではと思います今回はプロが連中ハワイの不動産情報というのを伺ってみたいと思います今回のゲストは銀座やハワイで不動産で大人気のファミリーコーポレーション株式会社ウェルネス事業部の新井さんにお越しいただいてます新井さんよろしくお願いいたします はい。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。アロハでございます。あの、荒井と申します。今日はですね、あのーハ、ハワイの不動産事情をちょっともう、あのー、取り、もう取り急ぎ、出しあの、約6分ぐらいの中でですね、凝縮してちょっとお伝えするので、えー、よろしくお願いします。ちょっと簡単に自己紹介で、ちょっと、私、荒井と申しまして、あの、普段は、あの、銀座6の方で、 あの日本のお客様に対応しておりますので、まあ、皆さん日本にいらっしゃる間はぜひお気軽にお声掛けいただければと思います。はい、ちょっと簡単な特徴でいきますと、私日本にいながら、まあ皆さん普段日本にいらっしゃる時は日本のえ在住である以上は日本の法律だとかえ日本の税務対応はです。 あのする必要も出てくると思うんですけども、まあ、この辺私どもはこう日本のやっぱり目線で、えー、あとはハワイで必要なこう、まあ、米国特有のまあ法律だとか、あのーまあ、税務対応なんかも必要だと思いますけどもその日米両方の面からあの情報を あの提供することができるというのがあの、まあ、ポイントになっておりまして、まあ、ここにも書いてあります日本にそれをいながらにしてサポートすることができるのが我々の特徴です。でおかげさまで豊富な売買実績を誇りでおりましてですね、まあ、2018年ぐらいのまあ話でございますけども、まあ、売買件数で言ったら、まあ、我々の日本に会社があるあのハワイ不動産取り扱う会社の中では、まあ、一番件数的には えー、やらせてていいいいただいておるというとうころもございますで簡単にこの不動産マーケット、この表が、えー、グラフで出てますけど、まあ、分かりやすく右肩上がりで、コロナの,あの,あのこれロックダウンがあった、えー、昨年の、まあ、あのから今年にかけてなんですけども、こんな状況でも物件価格がずっと安定して上がっているとで、それはでハワイの不動産をひ一言で言うと、安定マーケットって、まあ、 言われますじゃあなんで安定マーケットになるのかというと、まあ、いろんな世界中、日本人を含めた世界から投資が集まる、またはハワイは島国で、まあ、人口も、えー、いっぱいいますんで、人体需要が高い、だから安定マーケットになりますし、また世界から集まって、まあ、この繰り返しによって、まあな、なんだかんだなだらかな右肩上がりのマーケットが、えー、形成されているという人気のエリアでございます。 じその人気のエリア、今日はあの私ども普段売買を中心にやってますけども賃貸事情もですねちょっと触れていきたいなと思います。ハワイの賃貸事情でちょっと日本の初めてこれからあのハワイで家を探すってなった時にちょっといろいろと戸惑うこともあるのが、まあ、日本のような仲介会社っていうのがありませんので、まあ一つ一つこうちサイトをいろいろ自分で探しながら一つ一つあの。 問い合わせしたりしなきゃいけないので、まあ、ちょっと不便なところはありますよと。とで、契約期間が1年という、えー、期間になるまあ。最長で1年なんであのー、それ以降はマンストゥーマンスって言ってこう。1ヶ月ごとの更新になってするになるっていうのが基本的なスタイルなので、に日本のようにこう。2年契約で、えー、更新料払って、また2年とかっていうのとはちょっと違いますよとで。 その結果、どういうことがまあリスクとしては起こりえるのかというと、貸主がまあ結局、強い状況になってくるので、マンス・トゥ・マンスに突入すると、双方、解約するよって言ったら、解約しないといけなくなるので、突然、1年、2年住んだときに、1ヶ月後、出てってほしい、45日とか65日後、出てってほしいって言われると、出ていかなければいけないというところがあるので、ま、あ 気に入った家でもずっと住める保証がないっていうところも一つ注意点かなとは思います。まあ、当然最後にまあ物価が高いっていうのが一つ挙げられるのであの賃貸なんかもまあめちゃくちゃ高いです。えー、じゃあちょっとその辺の賃貸事情、まあ、実際の相場感なんていうのも Y 匹を中心にちょっとご紹介したいと思うんですが Y 匹の,の今日現在、えー、まあ賃貸募集してるお部屋がワンルーム。 スタジオというのはワンルームなんですけども、ワンルームでも1100ドルから3500ドルぐらいの,、まあ、あの同じ 1, 1部屋でもこのぐらい賃貸の,あの金額するんですね。で、3倍も違うというのはいろいろとそれ物件ごとにいろいろ特徴があるんですけども、じゃあちょっと今日、まあ、一番安い物件というのはどんな物件なのかというのを気になるかなと思いますので、その物件をちょっと軽く紹介していきたいと思います。あにる えー、なんか一見すると戸建て風のなんか物件、えー、でございますけども広さが18平米でまあ本当に簡単なシャ,ワーシャワーブースがあってまあ本当に、えー、東京だったら6万円7万円とかで借りられるような、えー、ものでございますけどもまあハワイとなると月1100ドルからというところに、えー、なってくるのでまあ当然これで。 あのコンドミニアムだったりセキュ、プールがついてたり、セキュリティがついてたりとかすると、どんどんこれが千何百ドルとかい、えー、ったりするわけですよね。という、えーのまあ、ちょっと簡単に触れたところでございますけども、まあ、こうなってくると、高いっていうところでいくと、じゃあ、借りるのと買うの、どっちがいいのみたいな話になるわけですよね。で、多くの私ども、あの売買でおせあの対応してるのは、子どもが留学で、まあ、賃貸で、ねえー、生活されるのは先ほどの まあ、退去しなきゃいけないリスクだとかあるので、まあ、せっかくだから自分か親が買ってあげてそこに住まわせるたいなんていう意向があったりするので、あのー、それでよく比較になるんですが、まあ、借りたらっていうこと左側借りたらスタジオっていうところでもあのスタジオっていうお部屋でも1300ドルから、まあ、まともなものになってくるとかかるし1 l d k 1, 1ドでも1 8 0 0ドルぐらいからじゃあ買ったら え何がかかるかっていうと、管理費だとか、固定資産税だとか、まあ、保険だとか、で月平均にいうと、まあ、ちっちゃいお部屋だったら600ドルぐらいから、もちろんあのかあの維持費か、最低限そこで済むことができるんですね。なので、これだけで比較をすると、維持費だけで比較をしたら、当然、買った方がいいということになるんですけども、まあ、当然、買うには最初のお金が必要ですよね。 じゃあ、その辺のちょっと解説をしていきたいと思います。次ですね。こういうには、まあ、当然お金がかかります。なので、ここがもう本当に入り口としては、あのまあ、これが当然できない方もいらっしゃる、あのもう、まあ、当然でございますけれども、まあ、ちょっと事例で比較をしてみたいと思います。ちょっとあの今日サンプルで出した物件が 1LDK の,の4444ナフワという物件で、今、市場では4000万円ぐらいで。 1LDK、1ベッドですね、出てるんですけども、例えばこの物件を買った場合、それを借りた場合は、大体月1800ドルぐらいなんですね、1800ドルぐらい。で、維持費としては管理費、固定資産税、火災保険で、月平均が約、まあ、10万円ぐらいですよね。まあ、ここだけで見ると、あのーまあ、買う方が安いんですが、この買うのと借りるのと何が違うのかっていうのが、まあ、最終的な住、まあ、んだ後ですね。 あの実際にもうハワイから離れるとか、卒業あの学校卒業した後とか、じゃあ、この買った後とないの、あの借りるのでは違うのが、買う場合は、最終的にこう資産としてまあ残っている状態なので、まあ、当然、売却、または自分でお父さん、お母さんが使うとか、またはそのまま他の人に、他の留学生にて貸す。そして 支給を得るるとかっていうオプションがまあ生まれるわけですよ、ね、であの、まあ、とにかくここで私が申し上げたいのは、まあ、あの別に借りる借り買うっていうのはあのもちろん資産背景も違うのであのできる人とできない人なんかもいるとは思うんですけども買う買うことによってさまざまな出口のオプションがありますよということですねなので,でここではサンプルで4000万っていうのをこうあの 提示してますけど実際には私最近3組ほど、えー、そのあの留学のお手伝いをさせていただきて、まあ、2000万円予算でいろいろと物件探しを実際に買われた人なんかもいらっしゃいますし1000万円ぐらいの,あの自己資金でなんとかできないかなんて相談も対応してますしあのこれはあくまでもサンプルでございます。あのー、なんでで今後ですね 移住を皆さん、またはあの留学を考えている方に関しては、ですねまずは一旦、まあ、どんなう変えるか変えないか分かんないんだけどもっていう状態でも構いません。あの一旦いろいろと相談をいただくとあこういう方法ありますよとかあのアドバイスもできるかと思いますのであの気軽にご相談をいただければなな,なんていうふうに思います。あのーまあ、この後もですね あの一応、これ終わりぐらいには、私も部屋を立ち別の部屋を立ち上げて、ちょっとした質疑応答なんかも対応できるものも用意してございますので、もし気になる方は、ちょっとなんとなくざっと聞きたいなんて方は、そちらの方にも遊びに来ていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 新井さんありがとうございました、えー、実はなんかハワイへの留学の機会に賃貸もったいないから長期物件買っちゃおうかなって言われる方が時々、やっぱりいらっしゃるんですよね。あの私もハワイ長かったんでそんなオプションがあったのかななんて今になってあの考えたりしますけれどもなかなかまあ難しいかもしれないですけどね、はい、大変勉強になりました。興味のある方は後で聞いいてくださいね